人生を変える餃子、人生を変える餃子ね、これをね、今日作ってみた。まあ人生を変える餃子ということでね、まあなかなかね素晴らしい、まあね、ネーミングというかね、タイトルなんだけれども、和匠包みって読むのかな、餃子、植物、動物性肉油エキス不使用、ベジタブル餃子、あ、そうか、ベジタブル餃子だから動物性の肉とか油エキスが不使用と、オリジナル餃子。まあね、まあこれ、まあ、僕のね、Facebook 友達の人が、まあ作ったということでね、まあメッセージを送ってくれて、で今回これがねベジタブル餃子のチラシね。で、今回新しく作ったのがこっちなのかな、豚肉餃子っていうのはまた別にあるんだけどね。まあ何しろその餃子、新しい餃子できましたみたいな感じでお知らせをもらって、で、まあ、浜松はね餃子ナンバーワンということで、まあ、僕にだけを知らせてくれたのか、それともね、Facebook 友達みんなにね知らせたのか、ちょっとそのあたりはよくわかんないんだけど、まあ、こんな感じでね、まあ、あまりちょっとね僕美しくないんだけどね、まあ、もやしとね、もやしは普通のもやし、まあ普通に美味しい。でそのベジタブル餃子、ちょっとねフライパン、まず最初に餃子を焼いて、それからお皿に移して、でもやしを焼いて、それからまた、お皿から戻したんでね、ちょっと崩れちゃってるところがあるんだけど、なるほど、まあ、ベジタブル餃子って動物性の肉油エキス不使用になってるから、確かにね、さっぱり、健康優良じいじ監修は同中華50年以上のシェフ、オリジナル餃子皮、北海道産小麦粉、ゆめちから 100% 厳選国産野菜、自社農地栽培野菜含む全て国産野菜を使用と、まあ、レンコンとかね、ニンニクとかキャベツとか白菜かな、これは、ネギかなみたいな感じでね、あ、ニラも入ってるか、美味しいけどね、やっぱ人生を変える餃子っていうだけあってね、人生変えるかっていうとね、まあ確かにね、野菜だけの餃子っていうのはね、確かに人生変えるかもしれない。やっぱり肉入ってるよな、だから肉ダメな人にはいいのかもしれない、まあ、でも肉ありきの人はやっぱちょっと物足らないという感じがする。でもたまにっていうか、こういうさっぱり系の餃子を食べるというのもあるし、なんていうのかな、たまにねこういうさっぱり系の餃子もあってもいいのかもと思うし、もう最近はねフルーツを入れるね、キウイを入れたりとか、みかんを入れたりとか、なんかいろんな餃子があるんで、餃子ってね何でもありだから、で何でも食えるから、まあ大体まずい餃子ってないから、浜松餃子もそうだけど、特別浜松餃子ってうまいなんて一つも思わないんだけど、まあ、それでも浜松餃子が一番消費量が多いってことが、まあ要するに餃子を食べるのが癖になってんじゃないのかなと思うんだけどね。まあこれはね、ぜひとも一度ねお試しあれということでね、野菜だけの人生を変える餃子、あなたの人生を変えるだろうかといったところで、餃子の森林浴。